同時大臣、プーシキン・ネクラーソフ気候下。後列左から、トルストイ、グリゴロービッチ。前列左から、ゴンチャロフ、ツルゲーネフ、ドルジーニン、オストルフスキー。1856年。同時大臣は、19世紀ロシアの雑誌。現代人とも訳される。1836年、サンクトペテルブルクで、詩人プーシキンによって創刊された。 1846年、詩人ネクラー・ソフラに買い取られ、1866年に廃刊となった。ロシア文学の発展に寄与し、革命運動に影響を与えた。皇帝ニコライ一世即位時の1825年、自由主義を支持する将校たちによるデカブリストの乱が起こり、1826年に皇帝官房第三部が設置され、圧政下での検閲や、 白金処分など言論への弾圧も厳しくなり、分断は皇帝の意を受けて先制政治を擁護する者たちが支配していた。1836年、同時大臣はそのような状況に対抗するために創刊される。また、プーシキン自身の巨額の借金の返済という目的もあった。雑誌は期間で600人の予約購読者がいた。掲載作品は、 プーシキンの聖堂の騎士、大尉の娘、ゴーゴリの花、肖像画、ジュコフスキー、バラトゥインスキー、チュッチェフの死などで、質は高かったが、一般受けする内容ではなかったため、売れ行きは期待ほどではなく、当初の目的を達することはできなかった。1837年に、プーシキンが決闘で命を落とすと、友人である、ジュコフスキーや批評家プレトニオフラが運営を引き継いだ。 1846年、出版業界で地方を固めつつあったネクラーソフが、小説カッパナーエーフと共に、プレトニョフから同時大臣を買い取る。事業家、編集者としても優れていたネクラーソフの下で、雑誌は発展していった。同年、ロシアに文芸批評を確立したベリンスキーを編集者として招き、翌年から雑誌は月刊となる。 ベリンスキーは1848年に病死するが、同年には、発行部数が3100部に達していた。さらに1850年代にかけて、ツルゲーネフ、両人日記、ルージン、貴族の巣、ゴンチャロフ、平凡物語、グリゴロービチ、不幸者、アントン、ゲルチェン、誰の罪、ドクトル・クルーポフ、そして当時無名の新人だったレフトルストイの、幼年時代、少年時代、 青年時代など文学史に残る作品を次々に掲載していき、ロシア文学の域を結集した感があった。クリミア戦争でロシアは英物に敗北し、それを機に濃度性に代表されるロシアの更新性を批判する声が国内で沸騰する。農民一揆も増加し、世情は騒然となる。同時大臣掲載の両人日記や 不幸者アントンなど農民を取り上げた小説も世論の形成に貢献した。新帝アレクサンドル2世は1861年の濃度性廃止をはじめとして様々な改革に着手したが改革は不徹底だとして反政府運動は収まる気配を見せなかった。同時大臣には1850年代半ばに若い。 世代の批評家チルヌイシェフスキーとドブロリューボフが加わり、政治、経済、哲学、文学などの分野で、ナロードにきや革命運動を指導する論文を発表して、多くの支持を集める。だが、雑海級出身で、急進的な彼らと、ツルゲーネフら貴族出身の恩恵で、自由主義的な作家たちとの対立が深まっていった。1860年、ツルゲーネフは、 自作を批判したドブロリューボフの論文の掲載を差し止めるようネクラーソフに要請した。しかし、ドブロリューボフに立場の近いネクラーソフが拒否したので、ツルゲーネフは同時大臣と絶縁し、それをきっかけにトルストイラ他の貴族出身の作家たちも雑誌を去ることとなった。その衝突にもかかわらず、1861年には、 発行部数が最高の7126部となる。だが、同年ドブロリューボフが病死する。翌1862年、雑誌を危険死した政府は、8ヶ月の発行停止を命じた。さらに、チェルヌイシェフスキーが逮捕され、東国の後シベリア遺流刑となる。1863年に発行を再開後、旧進派の指導的小説家サルトイコフ・シチェドリンが招かれ、 チェルヌイシェフスキーが獄中で執筆した長編小説何を成すべきかが掲載されて革命家の生き方が青年たちを熱狂させる。また、グレープスペンスキーラザツ海級出身の若手の作家も加わった。しかし1866年4月4日、革命家ドミトリー・カラコーゾフによる皇帝へアレクサンドル2世暗殺未遂事件をきっかけにがぜん厳しくなった。 弾圧を受け、雑誌は廃刊に追い込まれた。ネクラーソフは、1868年に、シチェドリンやウスペンスキーらと共に、雑誌、祖国の記録に、新たな活動の場を求めることとなる。一方、ツルゲーネフや、レフトルストイラ貴族出身の恩恵で、自由主義的な作家たちは、すでに活動の場を、雑誌、ロシア放置に移していたが、 弾圧後の1879年になると、この暗殺事件のカラコーゾフをモデルとする、ドストエフスキーの小説、カラマーゾフの兄弟なども、雑誌、ロシア放置に連載された。1879年に、ナロードニキの過激派が、組織化されて、人民の意志が結成されると、1881年3月13日に、党員イ,イグナチフリニエビエツキによって、 アレクサンドル2世は暗殺された。ありがとうございます。